配信見てくださってる皆様、画面見えてますでしょうか、というか配信ページには入れましたでしょうか。もし入れてたらコメントをいただけるとこちらも状況が把握できて助かります。状況把握云々っていったところで結局はニコニコの不具合だからこちらとしてはどうにもこうにもなんですが、画面が黄色いのは仕様です。しょうがない。おおお、サブイミナーに、おっと画面が復活。お、見えているよ。いやーよかったね、みんなちゃんと。もうあれかな、現状はすごい復帰したのかな。安定して入れるようになったのか、それとも もうカメラや、カメラ屋さんではないです。カメラ屋さんはまだ来てないね。だからマイクを持ってもらおうと思ったのに、もう次の配信始まっちゃった。まあ確かにこの色の剣っていうとどうしてもねカメラ屋さんを思い出してしまうけれども、いい感じでちょっと八重さんからアピール入りました。
やべえと言ったそばからさすがです。この二人めっちゃしゃべる。カメラ屋さんとはなんか別の方向性で二人ともめっちゃしゃべるんですけど。そしてこの 2P 台からこの両替機との距離の近さ。ここです。今の両替の速さすごかった。流れるようだった。マイク持ちます？今これ配信繋がってんの？繋がった。ただいま筋肉マン。あ、人数すげえ増えてる。いや、カメラさんじゃないですね。今これはあれですね、シュウ君ですね。シュウ君来てくれたので、シュウ君と白子そのもの。ワンピー側でもアッパカッと力強く出してますね。もう余裕だべと。もういつの話してんだよみたいな感じですね。じゃまだね、知らないやつは知らないんですよ。いやいやだからね。もうワンピー側、むしろワンピー側のが最近はお気に入りなんじゃないでしょうかね。ツーピー側だとね、生実家でかちょっと遊びが出ちゃうんだけどね、ワンピー側の方が真面目にやるんですよね。それ分かりますよ、僕も。いやーこれきついね。やる。いやー近づけないですね。画面端になんとか剣は下がっと追いやりたいところ。サガット戦とガエル戦は非常に僕の中では非常に似てる組み合わせですね。とにかく剣が飛ばせるためにいっぱい球を打たなければいけないという。さあきついきつい。きつい。第中アッパーカット正面からの最大ですね。さ
ただこれもきつい、本当にきつい。こののってなんだ、あーこんにちは的な感じか。あーさあ中大さあ今は 1P 側やや 2P 側にシュー君ですね。さあハドゲ踏んづけさせて、そっからそのまま持っていきたいがさあチューチューチューと、基本的にサガットというキャラクターはやはりその弾を打ってその弾で飛ばしてアッパーガットで落とすというその飛ばして落とすというもうスタンダードな戦い方がメインとなるというか、逆にそれよりサガットはそれしかできないんですよね。もう、まあ、足もそんな速いわけでもなく、その、まあ、龍拳でいうと空中竜巻みたいな、そういう小規模な技があるわけでもないので、うまく弾を打ってどうこうということしかできないキャラクターなんですので、逆にそれに対して飛びの弾を読んで飛びで対応しようとするとやっぱ運ぶ天分になっちゃうんですよね。なので飛ばして落としかできないサガットを飛ばすぐらい、むしろこっちがシュウ君です。コメントを書いてやるか、しょうがねえ。コメントどこで書くんだよ、ここか。赤字ですね、自腹切り配信みたいなもんですが、やればやるほど赤字イベント。あ、重たくなっちゃった、止まっちゃったよ。あとワープしました。さあレッパーは当たらない、どっちもやばい感じ。今のはあれだね、微妙だね。ありがとう。うめ、さあアッパーカットで、さあきつい、非常にきつい。さあいまだにあれ 1P 2P 入れ替わるときレバー持ち方変えてる。うん、外側、そう梅ちゃん持ちでさ、外側 2P 側でのさ、左側に勝利とかコマンド入れづらくね。うん、ああそうね、レバーなんて持ち替えらんないからね。そう、指の間にね、そのレバー挟む系のってね、どうしてもその外側に向けての操作が非常にしづらいイメージがあって、僕も最初はだったんですよね、知ってか知らずかそのワイン持ちというやつですか、だったんですけども、ヴァンパイアっていうゲームを触った時に、あれ俺これ 2P 側だとダッシュできねえんだけど、まあ 1P 側でもそのバックダッシュできねえみたいな感じので、ね、レバーの持ち方を変えて、やっぱレバーの持ち方変えた当初はあれですね、全然噂出なくなってんだよこれって思ってましたけど、今もうやっぱ慣れましたね、さすがに。さあタイガー通称のピオリーチピオって大パンアッパーガードと、確かに今のはあ、そうさっき
あ、タカさんじゃない多分。ですね、今みたいのも飛び蹴り食らってもいいので剣側から波動拳をやめないぐらいの勢いが欲しい。まだ打つのかよこいつでみたいな感じので、さあ体力的には剣がリードしているが、間合い的にはサガットの間合い、さあ中大でアッパーカット、今狙ったが出ず、クリスマスマギで無理やり荒らしたが、が連覇ですね。微妙に体力ありましたからね、ちゃんと1段目から連覇の削りをしようとして引きつけすぎちゃいましたね。タイガー兄を目の前で空振ってくれたとき、勝利のお尻見せたときとかに、やっぱその、まあ、理想はしゃがみ中パンチのキャンセル大昇竜、まあ、一撃でピュール可能性があるので、そこをやっぱ狙いたいですね。ダイダイで竜巻、さあタイガーと大勝利で落として、剣が画面端追い詰めて、これは行きたい、アッパーカット出ず、さあ残りタイム少ない状況、さあ今のはもう時間的にも体力的にもしょうがなかったです。